そこに一本の松の木があります。これを本藩、宗家のお百姓さんが切ってしまって、自分の家に持ち帰ろうとしました。毛利家歴史チャンネルへようこそ。これから一緒に歴史の旅に、いざ出陣。はい、毛利さん。はい。今日はどんなことをお話ししていただけますか。はい。これはね、徳山毛利家にとっての一大事件。かの有名な浅野家の忠臣蔵。その忠臣蔵と、比しても劣らないぐらいドラマチックな事件が徳山藩にはありました。はい。その名前が、万薬山事件。万薬山事件。はい。これは、1715年、忠臣蔵から、下がること、約15年後に起こった徳山藩の大事件です。これ、どういった話かというと、まあ、当時の徳山毛利家と萩宗家の中で喧嘩が起こって、徳山藩がお取り潰しにあって再興すると。これね、再興するっていうのは、幕府の歴史上、徳山藩だけだったんじゃないかな。はあ、もうお取り潰しになったらもうそこでもう断絶というか、そうです。はい。幕府はもうほとんど異例は認めなかった。再興はなかったんです。例えばね、立花家みたいに、戦国で敗れて、流浪してる立花さん、かわいそうだから、12万石の大名に返り咲いたとか、そういうのはあるんですけど、お取り潰しにあって再興したっていうのは、徳山藩だけかもしれない。そんな万薬山事件についてお話してみたいと思います。ちょっとその前に時代背景をお話したいと思うんですけども、この万薬山事件、当時の徳山藩の藩主は、毛利元次。三大藩主ですね。元次、この元次がおりました。そして、萩宗家の藩主は、毛利義元と言います。これ、義元って下に元の字があるでしょ。で、元次とかっていうのは上の字があるでしょ。これはね、下にこの元字が来ていいのは、宗家だけに許された特権なんですよ。ちょっと話ずれちゃったんですけどね。下の方にこの元が来る。なりもそう。なりを下に来ていいのは、本家だけなんですよ。なるほど。はい。ちょっとこれ。数字。そう。はい。この義元はだけど、娼婦の毛利さんから来た、第五代なんですよ。第五代藩主。娼婦毛利家から養子。元次は、もともと、この、萩宗家の五代藩主、宗家の血が絶えて、養子先を探していました。その時に、元次は、自分は輝元直系の血筋である。だから、自分がおそらく本家の藩主に座るだろうと、そう思ってたんです。輝元直系ってことは、輝元、秀成、成高の、その、そうです。成高から来てるから、ね、そうです。輝元の綺麗な血が流れてる。まあ、逆に言ったら、こう、言い方は違うんですけど、娼婦毛利さんの秀元公は、まあ、といっても、元成の、要は側室の子供である、という認識があったんですよね。だから、娼婦から行くんじゃなくて、自分は、本家輝元の血だから。自分が行くと思ったら、娼婦と清末がバーッと暗躍して、さっとこの義元を本家の後継ぎに据えてしまいます。そういうこともあって、元継ぎはなんとなく宗家に対して反感を抱いていたことは間違いありません。まあそんな中で、元継ぐっていうのは、結構こう文学家で書物をもう徳山藩には約もう10万冊以上ですかね、残されています。うちはそれは今山口県の文書館に帰宅してるんですけども、それも元次が、当時の中国から船一艘買いとかして買った書物であるとか、そういうものがたくさん、あれする、そういう文化に長けたお殿様であったんですけども、その元次の時代に、久米村、徳山に久米村っていうところがあるんですけど、そこに万薬山っていう山がありました。これがね、萩宗家の領地と境界を接してるんですよ。で、そこの万薬山っていうところは、
徳山藩の領地だったんですけども、そこに一本の松の木がありました。これを本藩、宗家のお百姓さんが切ってしまって、自分の家に持ち帰ろうとしました。これ間違えたんですか？間違えてないです。もう分かってて。あ、分かってて。分かってても切って持って帰ろうと。それを徳山側の、まあ、代官というか、その奉行所の者が咎めるわけです。その方、ちょっと待て。これは徳山藩の木だ。何を言ってんだっつって、このまんま、宗家の農民は持ち帰ろうとします。そこでいざこざが起こった時に、こちらは武士ですよね。だから、その方、徳山藩の木を持って帰るのは不損だということで、切り殺してしまうんですよ。はい。で、そのことを、まあ、徳山も元継ぐ公には、一応その話をするけど、元継ぐ子は、それはお前のやったことは正しいと。そのような話は捨ておけ。で、逆に怒ったのは向こう側です。萩本藩側。本家の農民を殺されたと。元継ぐに釈明させろと言ってくるわけですね。元継ぐははじめ、一切それに、応じません。何しようが元継ぐは、間違っているのは本藩。うちの木を持って帰った。お前は正しいことをした。ところが、萩藩はそれでは納得いかないんです。本藩。元継ぐに何回も何回も釈明するように。で、清末の藩主だとか、毛利家の家老だとかが、何回も元継ぐのところに来ては、このままでは宗家と徳山毛利家の関係はまずくなるし、吉本様の心象も悪い。どうか謝りに来てほしい。言うけど、元継ぐはそれをしません。で、思い余ったところに、この名古屋サトンドという、まあ、今回の主人公ですね。で、家老の次男坊なんですけども、この名古屋サトンドが元継ぐ公、どうか吉本公に謝ってください。そうしないと徳山藩もしかしたら危機的状況に陥るかもしれません。何回も元継ぐにお願いするんですが、元継ぐはいい加減名古屋に怒って名古屋うるさいと。お前は追放だと。で、名古屋サトンドを追放してしまいます。そして、本藩の吉本は、幕府に相談に行ってしまうんですね。身内のことで恥ずかしいんだけども、うちの師範である徳山藩が、このような本家に対して無礼を働いている。ちょっとお灸を据えたいので、元継ぐを隠居させて、次の元隆っていう、あれがいいんですけど、この元隆を、次の跡目にも変えてくれないか。言ったら当時の幕府の老中たちはびっくりして、宗家にそんなことをするというのは不損だと。徳山藩をお取り潰し、徳山藩は取り潰されてしまいます。吉本もこれは予想してませんでした。お灸を据えるぐらいのつもりだったのが、元継はお取り潰し。そして、元継は即座に捕獲されて、山形の庄内藩、その庄内藩っていうところに移送されて、狭い小屋の中に幽閉されてしまうんです。あっという間に。はい、お殿様だったのに。そう、殿様が。そして、徳山藩の、家老、武士たち、それは萩藩で引き取って、萩藩に組み入れることですよ。驚いたのは徳山藩民と徳山藩の家臣たちですよね。このままでいいのかと。徳山藩が亡くなってしまってはいけない。ここでびっくりするほど、徳山の藩民たちは徳山藩の再興を熱望するんですよ。吉本が思った以上に徳山藩っていうのは藩民から慕われてる家だったんです。後々出てきますけども、徳山藩っていうのは一揆も起こりません。それぐらい知性の良かった藩だったんですよね。だから藩民たちは、どうか思いとどまってくださいって言うんだけど、これはもう幕府の命令だから吉本は仕方なく、全部接収されてしまう。なくなっちゃう。なくなっちゃうんですよ。当時の、例えば、徳山毛利水軍。徳山も水軍を持ってました。その船はもう何隻もあって、かなりな量なんですけど、それも全て接収されてる。
で、逆に元次が集めた、もう中国の記代書、もう絶対ないような珍しい書物、それも全て書物から何から全部本版の方に来るんです。ですから、今徳山毛利家に伝わってる本を開くと、長版って言って、本家の版号。そして徳山藩の藩候補したんです。それなぜかというと、一回向こうが接収して、その後返してくれたから、面白いでしょ。それ、なんていうの、長州藩の一回増書になって、また徳山戻ってきて、まあ、それは、まあ、後々の話なんですけども。まあ、そういうことで、徳山藩は、取り潰しになって、すべての家老は、本藩に引き取られ、で、家老の中でも何人かは、流罪にもされてます。流されてる。島流し。流罪。でも農民たちや家臣たちは再興を熱望します。そして一揆を起こします。この一揆っていうのは本家に対しての再興を願うため。それを知った吉本は、これは毛利家の中でこんな事件が起こって幕府に目をつけられたら毛利家自身が危ないでしょ。だから分かった分かった、いずれ考えてやるから今回は帰ってこい、もう口約束だけで農民たちを返します。で、農民たちも本当かなと。でも、もう、吉本側ももうどうしようもないから、捨て置かれるわけです。で、でも、この、名古屋サトンドという男が中心になって、武力で訴え出るのではなくて、頭を使って徳山藩を再興させよう。はい。そこが涙ぐましいんですよ。そして、名古屋サトンドは、京都の松蓮院っていう、要は、天皇系のお宮さん、お寺というか、あるんですよね。松蓮院門跡というところに、わざと書道を習いに行って、そこで、要は、朝廷を介した政治工作。これを行う。そしてまた、徳山藩にいた商人は、紀州の豪商のところに手代に行かせる。お手伝いにね。なんでかと言ったら、紀州は当時、徳川吉宗。紀州の徳川吉宗が将軍になるということで、紀州の方からも再興の運動をさせよう。また京都もその近いし、逆に今度東京、これは他の岡部っていう武士、これを使って松平何がしっていう相当有力な旗本の江戸屋敷に中堅としてでっち奉公させる。そうすると江戸城の情報が筒抜けになるわけで、逆に徳山藩の情報もそいつから流させる。いうことで、何人もがその徳山藩を再興するための工作にあわせるんです。なるほど。下準備をこう して始めるってことですか？そうなんですよ。そういうところがね、また、大石蔵之介は、まあ、ね、打ち切りということらしいけど、徳山藩は違う。もう水面下で、いろんなそういうつてを使って、あれする。そして、ようやく、3年という月日が流れます。3年間も、もう何百人という人たちがその徳山藩再興のために動くんですけども、最後のとどめに、名古屋サトンドは、農民たちすべての署名、これを3通作ります。3通作って、当時の老中、大目付、目付の家に、その、我々は徳山藩百姓です。元次公は、ね、悪い政治どころか我々にとって本当に正しい政治をなされてくれた殿様です、どうか彼を復帰させて徳山藩を再興させてほしい、そういう投げ恵みをその家に置く。それを見た老中、目付、大目付、あ、もう忘れ去られてました徳山藩なんていうのは。3年経ってます。そう。ところがそれを持ってってこんなのがあったよっていうので江戸城では大騒ぎ。あ、そういえば徳山の元次っていたね、あ、でもこんならしいよ。でも、当時の農民がそんなことって書けないんですよ。これはもう、名古屋サトンドの入れ知恵で、農民代表って自分が書いて、面白い。こんな農民がこんな素晴らしい文章を書いてきた。噂になる。徳山には、面白い農民がいるねって、ちょっと皮肉めいて向こうも面白がってね。そうするうちに、それが当時の、将軍、吉宗の耳に届くわけです。で、ちょうど、赤穂浪士、浅野匠の神の時の、将軍とは変わって、吉宗の代になってました。で、吉宗は改名的で、みんなに
自分の領権の広さを見せたかった。自分は懐の深い将軍だよ。ちょうどそんな時期だったことも毛利家には幸いするわけですね。タイミングも良かった。すごい良かったんです。あ、それではこんな風によくよく聞いてみたら、元継は前世を敷いていた立派な殿様らしいと。この義元は江戸城に呼ばれます。そして義元殿、どうも元継殿には非はないようだ。すぐに再興するよ。ただそれを幕府がね、義元に命令したら義元公の立場もないであろうから、義元殿どうか再興させてくださいと、義元から願い出なさいというふうに、まで幕府も考えてくれて、そして、あ、かしこまりましたっていうことで、義元は即座に元継の再興をお願いします。そしてようやく元継は庄内藩で3年間もうひげもボサボサ、その間切ったりそっちしちゃいけませんからね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。で、対等も許されない、もうすごい悲しい扱い、しかも自分はもう戻れなかったと思ったと思います。3年間いて、もう徳山を潰してしまったその自責の念にずっと駆られた3年間だったと思います。ただその時にね、ここがまた感動なんですよ。そこにトン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 と、その元継が幽閉されてる間、一人だけ、あとは従者がご飯を持ってきてくれたりする、その庄内藩の藩士がね、殿をお喜びくださいと、何事だ、徳山藩が再興されました。で、耳を疑うわけです。嘘をつけと、いや本当でございます、今江戸城では大騒ぎになっていて、徳山藩は再興になったそうで、おめでとうございますということで、庄内藩藩主からも呼ばれて、おめでとうございますと、元継公お帰りになれますよ言った時に、一体なぜ自分は帰れることになったんだと言った時に、この名古屋サトンドが3年間身を挺して元継のためにあれしたんですっていうことを聞いた時に、元継は大粒の涙を流した。あの時追放したサトンドが自分のことを再興させてくれた。その時にあまりにも嬉しくて、このサトンドに感謝状を書いてます。ただただサトンドの思いに感謝だということ。そしてその名古屋サトンドとようやく再会を果たすんですけども、元継はやはりこの3年の生活がたたって翌年には死んでしまいます、はい。そしてまたね、これには後日談がありまして、名古屋サトンドは徳山藩再興のためにいろんな神社仏閣を、に祈願して回ります。まずは、四国の琴平さん、コンピラ様ですね、そういうところに行っては、徳山藩をどうか再興させてください、再興した暁にはそこに必ず徳山毛利家から寄進をさせていただきますと、そう言って回るんですね。そしてこれがなった時に、この名古屋サトンドは、サトンドのおかげで家老に戻ってこれた徳山藩の家老たち、ね、ようやくまた徳山を再興させようと、その彼たち、実は自分はそうやって神社仏閣を回って神様にこういう願をかけてきた、だから全てに寄進をお願いしたいというんだけど、その家老たちはまた現実に戻って、今の徳山藩にはそんな財政の余裕はない。それを聞いた名古屋サトンドは失意のうちに京都にひっそりと隠棲してしまうんです、はい。そして失意のうちに名古屋サトンドは亡くなり、今京都の黒谷と、会津兵が駐屯したところで有名ですよね。その黒谷の寺にひっさりとその墓所は佇んでいます。ただ、私はその話を父から聞いて、父もそうなんですけど、必ず一年一回には京都の黒谷に行って、この大安、名古屋サトンドの墓所にお参りして、今の徳山毛利家が残っているのはサトンドのおかげだ。それを必ず感謝する気持ちを伝えるようにということは、私は守って必ず年に1回サトンドの墓所はお参りに行きます。前も話したかもしれませんけど、徳山藩に過ぎたるものが3つあるというのが、当家の墓所、そして桜葉、そしてこの名古屋サトンド、その意味が皆さんには分かっていただけたのではないでしょうか。で、これは皆さんに分かってほしいのは、忠臣蔵は本当に再興を果たせず、四十七士が全員切腹という、ああいうドラマチックな展開だったので、今でこそ忠臣蔵は皆さんに知られた事件なんですけども、徳山藩は本当に血を流さずに、しかも幕府の歴史にはない再興したという、こういう歴史なわけです。
ですから忠臣蔵と比しても遜色のない事件だと思うんですよね。だからこんなところをどうか視聴者の皆さんの記憶に留めていただけたら幸いですということで、このお話は終わりにしたいと思います。の武力でもうやってしまうと、うん、もうその先には必ずお取り潰しとその切腹しか、そう、道は絶対ないじゃないですか。そうで喧嘩両成敗っていうね、はい、あれもあるしね。どうしてもそれをちゃんとこの脳みそとその政治工作と、うん、で用意周到にこう準備してやったっていうのはすごい成功例ですよね。そう、でその分そのちょっと地味というか、うん、中心グラムでこう激烈なドラマチックな細胞がないだけに、うん、話題性としてはこれまでなんかそんなドラマとかにもなってこなかったかもしれないですけど、この部分をそのどんなこう政治工作をしてそこの下準備のところから、うん、一つのこうストーリー物語をまとめてみると、うん、すごく面白い、うん、まあ、本だとか、うん、ドラマだとか、うん、映画とかそんなものにできそうな気がします。その通りです。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、では森さん、はい、今日はどんなことをお話ししてくれますか。今日ですか。じゃあもう一回やろう。動画をご覧いただきありがとうございました。楽しいなと思った方はチャンネル登録、いいねボタンを押してもらえると嬉しいです。また様々な質問やご意見などをいただきましたら励みにもなりますので、ぜひお待ちしています。よろしくお願いします。